はい、どうも、しょうきつです。どうも、ちゃまるです。はい。はい。はい。はあ、いきなり。おー、わー、これは。前回の巨メスですね。そうですね、82ミリかな。はい。こちらね。はい。無事。はい。ペアリングを済ませ。はい、はい、はい、はい。もう、すでにセットも組んで。おー。卵も取れております。あー、おめでとうございます。はい。今。はい。1週間ぐらいの。はい。セットで。うん。2日か3日に1回。はい。採卵してるんですけど。はい、はい、はい、はい。今もうすでに24個取れてる。おー、すげえ、はい、結構取れません。こうやって俺はもう有線欄無線欄を見るためにこうやって見えるようにね、はいはいはい、こうやって管理見えるかですね。うん、わー、すげえ、でけえ、やっぱ卵 BB だみたいな。 BB だみたいな。これですよ。うーん、でけえ、なんかでかい表面っす。オスと並べたらあんま変わらんすもんね、うん、ボディサイズ的には。なんかケツよりでかいよね。そう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 。ヘラクレスのね、はい、160ぐらいの羽と並べてもそのメスのでかいもんね。ペアリングの姿は結構なんか威圧感がありますよね、やっぱり。ペアリングもすぐかかったし。おお。もしかしたら、はい、クワガタ界は巨メスの方がモテるのかもしれない。人間界は逆だけど。それは分からんけど。あ、それは人それぞれか。お前の偏見やろ。すいません、すいません。すいません。そうでした。ということで、はい、ちょっと採卵してみようかなと。あ、そうですね。うん、今、ね、前回の採卵から、うん、はい、何日ですか。今日が、あれな。14日かな ?4 日。4日ぶり、おー、4日ぶり、おー、じゃあちょっと取れてそうな感じですね。うん、うん、うん。あ、違う。え ?2 日だ。2日。2日。あー、すか。はい。出てるかな。まあでも、2日3日で必ずやってる作業なんで、はい、うん、うん、うん。まあ、取れたらいいなと。そうですね。思います。はい。ちょっと、採卵します。よいしょ。おう、はい、じゃあ出していきまーす。はい、行きましょう。ヘラクレスの卵が見つけやすいですからね。うん。いるのか。どうぞ。どうぞ。お前潰すな、お前。暗証じゃん、お前、貴さん。お前、びっくりするな、お前。あるけんな、そういうところに、お前、卵。希少ぜ、お前。82ミリのお前卵って、お前。キョメスはね、なんかこういろいろ難があるっていうもんね。難がある、うん、産みにくかったり、突然死したりとか。おお。ちょっと見にくいな。見にくいですね。チャンブラー、ライトプリーズ。はい、ライト。おー、うまくなってき、あ、たた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 。すいません。ライト待ってね。パンパカパーン。おお、見えるかな、見えますかね。見えとるよ。おお、へへへ。まあ、これがあと無精卵か有精卵かっちゅう、はい、心配はね、あれですけど、全然違う見え方がですね。1個、1個目、これこれ撮ってるちゃんと。はい。へいないへい。ごめん。あるぞまだ。なんか塊系のとこに置いてきます、ね。そうやね。あった。あっとこ。これ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 。よしよしよし。来た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 。え？お前さっきでもお前。はい。こうした時に釣れたかもしれんぜ、一個。いやいやいや、嘘嘘嘘嘘、ない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 。お前、いきなり突拍子もないことするけど。いきなり。シュッ。お前、アホか、この。北斗神拳もびっくりぞ、お前。出てこんねー。まあまあね、まだ2日ですからね。だいたいね、はい、なんか産卵数落ちてきたら追いかけする人もおるみたい。あ、そうなんですか、うん。追いがけってあれマジかかりにくいもんね。なんかいますね。メスがもう、ものすごく逃げ回るもん。ねえ、さっきのさ、はい、北斗神拳の、はい、ついてな、はい、グランディスやったらしない可能性だった。グランディスはだって、あれ水もあなんてや、え、グランディスやったら、どうや。ち
してないかな。ふざけんな、貴様。お前これ証拠映像やけんな、お前。自分の虫だったらマジでも神経やけんで。いや気持ちはわかるばってんた。お前人の虫やったらお前もうバーンとかするけんね。え、2個ここだけ。え、もういくけ。え、早くないですか。もうまだあるけ。え、まだある。ああ、干せた。まだ早い、諦めるの。ワンブロックあった。チョンボルが見つけてデコンくなったで。え、どこでしょ。俺のせい。俺のせい。そんな、そんな。か、あれ無精卵になるか。あの、その可能性はなきにしもあらず。ふざけんな、もう触るな、お前。あった、あった、お前、ふざけんな、お前。おい、ちょうどこの、この薬指で、袋としてる。お前、ふざけんな、マジで。危ねえ、お前。俺が怖いよ。大事な卵。本当お前超希少ぜこの卵。超希少ぜ。なんかまだありそうやね、お前んとこ。俺のとこに来てるのか。ふざけんな、俺が見つけた。お前が座ったら無精卵だ。座れる、お前に。座れる。卵も嫌ぜ。もう正気そんなガツガツいけます。うん。怖くないですか。なると俺あった。え、嘘。あ、本当。おお。あ、次お前ちょっと。茶色くなった。うん？いや、ちょっと土に思って茶色くなった。いつだな。四個目。四個目。経緯。あるね。あるな。何がおかしいってやったお前。マットが。は？ゼリーがマットだらけでいいんですかこれ。あとで買いますまた。うん、あとで買います。ああ、それメスがしよってそれ。え、あ、そうです。いやでもさらに。あった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 。おお。あったあった。お前俺も助ける。なんでって。なんで俺が見つけたらなんでになるってやって。俺も見つけたいっていうあの心のね、あの叫びですよ。5個目、うん、5個目。いや俺だ。こっち来んなお前。なんでなんで。だってこれ草がしあったのがこっち来てる。ダメって言おろうがお前。無精卵になろうが。あったあったあった。あ、結構ある、結構ある。触んなよ。え、ちょっと待って。6個目、6個目。6個目、6個目。触んなよって。触んなよって、お前。魂抜かれそうか。それじゃないけん、しかもこっちやけん。あ、魂全部いかれるから、お前。死神ですか、これ。あの卵って、もう本当、このサイズなんですか？ん？そう、なんか出てきた時から。そうよ。あ、そんなんですか？これなんで卵で取るかっつったら、はい、あの放置しとくとさ、うんうん、メスが潜って、うんうん、あの卵を潰すわけよ。ああ、そうそうそう、それを防止するためにされる前にってことですね、うん、救い出すで俺はしよう、そういう考えで俺はしよう、うんうんうん、なるほど、うん、まあ人によって違うと思う、そこの考え方は、うんうん、孵化率を見たい人もおろうし、うんうん、俺は孵化率っていうよりももうその理由だけ。その理由だけ。できればもう幼虫で。幼虫で。取りたいよね。取りたいですね。基本俺はね、卵で取るのを嫌う。おー。そんなでかい卵だったっすね。ちょっと出てたんですよ。視聴者さん、これっすよ。ゼリーっすよ。色がずるい。色がずるい、これは。6個か。まあ、普通。あ、止まった、止まった、止まった。お前、ふざけんな。え、なんで、なんで。あるったい、こうやって。こんだけポジクリマスターに出てきた、今。触んなよ。なんでって。いいことやろう。いいこと。やったやろうが、貴様。そういうの俺が見つけた。7個目。7個目。じゃあ。2日で7個ならいいっちょだね。いいですよね。順調ですよね。よいしょ。オッケーオッケー。あるぞ、これ。なんバカでけえの見つけたよ。ダメって、バカでかい卵見つけても、お前が触ったらどうなるや。ああ、無精卵になる。しょぼもうが、お前。こんなでかいのがピンクになるぞ。こうやって戻しながらチェックしていく。ああ、なるほど、なるほど。大丈夫や、お前。もちろん。お前、こっちさ、もういいや。俺がこれ、この作業する。え、嘘。うん。やめろや、貴様。じゃあ、ここで。探しよけ。はい。で、見つけても触るな。無精卵になるけ。おえ。1個触ったらグランディスの卵1個もらうけど。やだ。よしよし、7個。7個ってことは、24個取れとったけん、31個卵今。おお。これ、ファミリアのオリジナル産卵マットでーす。はい。超ビリュー。やっぱ、こっちの方がね、海はいい。うん。
あの、違う違う、え、従来のあの、はい、オリジナルカブトマットでも産卵はするけど、はいはいはい、やっぱこっちの方が海がいいな。おてかお前、はい、サングラスしとうけん見えんちゃろ、もう卵が。いや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 、ほんとや、そんなことはない。100均のサングラスしやがる。100均じゃないのこれ。あれ違ったっけ、デレバンで綺麗に一緒やろ、お前。100均でこんなサングラス来ないですよ。100均でよかろう、お前。こんないいサングラス来ないですよ。案外いいサングラスや、お前。1000円やろうが、お前。一回俺が、はい、お前もうそのサングラスやめろっつって、レイバンのサングラスやったのに、はい、それいらないですって言われたけんすよ、俺。ふざけんな。あれだって、隠れないですもん。は？顔が隠れないもん。いや、お前もうすでに隠してないやん。サングラス買ってください。だけやろうとしてもお前なんで俺が買わないかんてよ、お前。変更のやつ買ってください。ふざけんなお前。ロケのしやすい、たまには俺にも何か買ってくれや。えおお、これ何だっけ、寿司やろ、お前。あ、寿司、うん、寿司は買うもんじゃないですよ、一緒って。まあね、いつかね、うん、僕がね、そのお金を稼げるようになったらね。おうおう、なるほど。はい。そこで、その時はもう、まあ、あれなんですよ。佐々木さんにって約束はしてるんですね。約束しとくよ。約束しますからね。店は俺が決めていいっていうね。うん、それは俺が決める。なんでやってお前。おぎりしまっていいですよ。ん？おぎりしまっていいですよ。いいよ。うん。ものすごくいいよ。うん、この間、セジャで50匹取ったんで。あ、これでいいですか、うん、これしか使ってない。カルホンこれでですかとか、お前なんかわけ惑わすようなこと言うな、お前キスさん。これしか使ってないけ、これでですね、うん、オッケー。あー、でそのセジャのあれで、はい、うんうん、結構そのセジャ譲ってほしいって方、はい、結構やっぱ俺っちゃけど、はい、ツイッターにね、はい、そういう詳細とか結構載せたりするけん、はい、もう DM でもいいんで、うんうんうん、ぜひあの僕のツイッターをフォローしていただいて、うんうんうん、DM なり、僕が発信する、うん、情報を見てですね、はい、ちょっと購入の方はご検討してくださいと。はい、わかりました。何や、ごめんなさい、これがダウン。お前ふざけんなって。こいつもうわざとですよ。違う違う違う、またこれ見てから卵。違うんですよ、土に隠れてこの、ふざけんなお前、あのめくる部分がちょっと出てたから。しかも真剣に話しようときにお前ふわってお前。もうお前キューティーさんからも可愛がられるって。ああ、キューティーさんね、優しかった。また行きましょう。大丈夫、もうあの人も長いけどね。長いって言うとですね、だって俺がブリード始めた頃、はい、バンバンデカいの出しとったけど、ね、ああ、そっか、言うたですね。なんでキューティーアニマルさんですか。それを本人に聞いてほしい、ね。ああ、かわいい動物。キューティーさんとかにいたらカメが忘れられんくてですね。もう少しで企画に出ると思います。チャンバラカメを買う。めちゃくちゃ可愛いんですよ、陸亀が。ええ、可愛いね。可愛いか。ね、いや、あれはリアルに可愛い。うん、うん、本当に。お世辞抜き。メスを食う姿がもう可愛すぎて。癒された。癒されです。手使うんですよ、あれ。こうやって。あ、そう、はい。こう、ここまで見てなかった。こう、なんか、かき分けながら食べるんですよ。で、7個ですかね、結局。7個取れたのかな ?7 個。7個ですね。はい。はい。キョメスをまた入れて、入れて、またセットしますと。はい。キョメス再セットして、はい。7個ですね、今日は。7個取りましたね。はい。こちらに。で、合計で合計で31。31。うん、今31個です。31個。82の個。で絶対はい、こうやって書くね。そう、採卵が終わったら何月何日に何個取ったかっていうのを書く、書く、癖をつけとく。そうそう、まあ、俺はこうやって見えるように、うん、こうやって、はい、まあ今日はね、エンディングここで撮りますかも、うん、そうですね、はい、うん、順調です、はい、82mm ね、82mm 結構、うん、落ちる可能性があったりだとか、はい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 、産まないとか、うん、そういう情報をね、はい、結構聞いてはいたんですけど、はい、まあなんとか僕は順調にいってますということで、うん、はい、またこのものすごく希少よ、この82の子っていうのは。そうですね、うん、うん、まだけんね、どれほどそのでかいメスを使ってどんな結果が出るのかっていうのもこのチャンネルでね、うん、これから見せていこうと思いますので、うん、そうですね、はい、皆様今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それではね、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイ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 。ジャケット。